大研製プッシュ式レジスター11型吸気用のフィルター交換方法をご紹介します。フィルターは劣化していくと風量低下や動作不良の原因にもなりますので、1年を目安に交換用フィルターと交換してください。シャッターの中央部を2回押して全開にします。両手でシャッターを持ち、左側へ回し、手前に引いて取り外します。フィルターの押さえ枠の取っ手を手で持ち、回しながら手前に引いて外します。押さえ枠を外すとフィルターの取り外しができます。新しい交換用フィルターを取り付けます。フィルターやパネルを元通りに取り付けます。取り外しと逆の手順で取り付けて完了です。本体、シャッター、操作部、押さえ枠の突起と溝の位置を確認し、正しく行ってください。